神宮寺勇太9月23日発売の彼がプロデュースした楽曲稲妻のタイアップが早くも決定していると話題に。10月から全国ツアーなのでファン一同大いに盛り上がっていきましょう。こんにちは、スコープ芸能です。滝沢秀明氏率いる 2B の快進撃が続いていますが、やはり会社の体制を整備することが急務になっているようです。6月13日から東京有明アリーナで 2B に所属する三宅健さん、北山博光さん、ナンバーガイ、IMP による各公演が開催されています。ナンバーガイは6月18日から3日間にわたって公演を開催中。18日は大雨にもかかわらず、午前中からグッズを買い求めるファンが会場に押しかけていたといいます。さらにナンバーガイは7月13日に生放送される8時間の音楽特番音楽の日2024に出演することも決定。同番組にはキング&プリンスが出演することも発表され、2グループの初共演に多くのファンが沸騰しています。滝沢社長率いる 2B にはウインクファーストやディーパルズなどトレイニーと言われる研修生による新ユニットも着々と増えています。ただ現場スタッフや裏方の数が全然足りていないようで、人事面の整備が急務になっているようですね。話題になった先のマイナビでの募集はやはり切実なものなのでしょうと話すのは民放キー局関係者。 2B は5月31日に転職サイトマイナビ転職でデスク、マネージャー、ライブ制作の3職種での求人を掲載していました。 2B の設立から約1年2ヶ月が経過しましたが、これまでは滝沢氏らが培ってきた業界内のコネクションで社員を集めてきたようです。世間に向けて本格的な求人を行うのは今回が初めてのこと。そして2桁人数の採用もありうる大々的な募集になるとも言われていますね。それだけ現場スタッフが足りていないというのが現状なんでしょう。というのも IMP の椿大河さんはファンタスティックスの八木雄星さん主演の映画僕らは人生で1回だけ魔法が使えるに出演することが発表されていますが、撮影の現場に一人で来ることもあったと言いますからねと前室の民放キー局関係者が続けました。一人のマネージャーが多くの芸人を兼任で担当している吉本興業などはテレビの収録や劇場にタレントが一人で来ることもあると言いますが、追っかけや熱烈なファンも多いアイドルがマネージャーを伴うことなく一人で現場入りするということはあまりないことだと思います。ますます俳優としてのオファーも増えていくと思われる。有望株の椿さんが一人で現場入りせざるを得ないのはマネージャーが圧倒的に足りていないからだと言います。結構な頻度で椿さん一人で現場入りする。その理由は IMP のマネージャーがナンバーアイのマネージャーも兼任しているからだそうなんです。ナンバーアイは国内に止まらない活動を展開しており、さらにグループの多忙なスケジュールの合間を縫って平野さん、神宮寺さん、岸さんも CM、イベント、雑誌の撮影などに引っ張りだこです。ナンバーアイは海外でのさらなる活躍を目指していますし、IMP もさらにビッグになっていきたいでしょうから、やはりスタッフの拡充が不可欠ということではないでしょうか。2B 所属アーティストのため、会社の発展のため、タッキー社長は今、優秀な人材集めに奔走しているに違いありません。そんな中、ナンバーアイが初の単独ライブ、ナンバリングを、6月18日から20日までの3日間にわたって有明アリーナで開催しました。直前に IMP や北山さんも単独ライブを行っており、それぞれ独自の世界観を詰め込んだステージを作り上げていました。ナンバーガイもまたボンでは楽曲のコンセプトに沿った和の演出たくさんこだわり抜いたのであろう。単独ライブだからこそできる彼ららしいパフォーマンスなど、今の彼らを示す力強いステージを見せてくれました。今回のライブは和風のサウンドを使った SE でスタート。開演前のステージ上には存在感のある大きな松の木が鎮座し、客席には桜の花びらが降り注ぐ日本らしいニュアンスの漂う幕開けとなっていました。そして3人はステージの高い位置にあるリング状の舞台装置から登場。舞台装置がゆらゆらと揺れ、火花が散りながら下に降りるというダイナミックな演出とともに OK コンプレックスを披露しています。ダンサーに囲まれた3人はクールなウィスパーボイスでファンを魅了していました。
歌い終えた3人はリボンを使ったフライングパフォーマンスで舞台装置からステージに降りると、客席からは大歓声が飛び交っていました。序盤からワイルドでクールなパフォーマンスを見せていましたが、 MC になると一転、和気あいあいとした空気に。平野さんは上の階の座席にいるファンに向け、結構ちゃんと見えているからねと呼びかけ、岸さんは序盤の撮影可能パートが終了したことを受けて、僕たちだけを見てくださいねと甘く呼びかけていました。神宮寺さんはファンを見渡し、こんなにたくさんの人が来てくださって、改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できますと感謝を伝えていました。 MC の後、爽やかな歌声がこれまでの選曲とは空気を変えるのイエスへ、ムービングに乗る3人は笑顔で客席に手を振り、ファンとのコミュニケーションを楽しんでいたようです。紙吹雪が舞う中、披露された花びらが舞う日にでは、平野さんと神宮寺さんが向かい合って歌う場面も。中盤には3人がそれぞれのムービングに乗り、ステージから距離のあるファンに姿を見せに行き、クールにワイルドに見せた序盤とは打って変わり、甘い歌声で魅了していました。また今回のライブ内でファンネームがアイリーズに決定したことも発表されています。 MC では客席を奥まで見渡して嬉しそうにファンに手を振っていた3人、ライブは直接コミュニケーションを取れる大切な場所でもあり、ナンバーガイにとっても大きな自信にもつながったのかもしれません。また有明アリーナで開催されたライブのファイナル公演では、ナンバーガイは初のフルアルバムナンバーワンを9月23日に発売することが発表されました。デビュー曲ゴートをはじめ、平野さんプロデュース楽曲ボン、神宮寺さんプロデュースのアルバムリードトラック稲妻など全12曲初回生産限定版、13曲通常版を収録、初回生産限定版ナンバーワンバージョン稲妻バージョン通常版の3形態でリリースするとのことです。また3形態をまとめ買いをするとオリジナルキーホルダーの特典がつくとのことで、ファンとしてはぜひともゲットしておきたいですね。ミニアルバムの中に収録されている No Yes はサントリーのタイアップ曲として有名ですが、おそらく神宮寺さんが今回プロデュースしたアルバムリードトラック稲妻もタイアップされるかもしれませんね。まだ発表はありませんが続報を待ちたいと思います。また今回発表された初のフルアルバムの他に、10月から7都市を回る初の全国ツアー開催を発表してファンを喜ばせていました。10から12月に宮城、福井、兵庫、福岡、北海道、愛知、埼玉の7都市を回る初の全国ツアーを開催すると、有明アリーナのファイナル公演で発表されています。とても楽しみですね。今年4月には、米国で開催された世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラ・バレエ・ミュージック・アーツ・フェスティバル2024の特別ステージ、88ライジングに出演し、ゴートが米 iTunes 総合チャート10位、ヒップホップチャート3位に入るなど勢いに乗っているナンバーガイ、これからの活躍に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。